僕は新世界の神になる男だ。そう、僕は僕だ。自我の芽生え。はい、というわけでこんにちは、ブレイクスルー佐々木です。今回やっていく企画はですね、デスノートに矢上ライトさんっているじゃないですか。あの超秀才、イケメン、完璧、運動できる、性格悪い人間ね。で、矢上ライトさんはめちゃめちゃ頭いいわけじゃないですか。まあ、どれぐらい頭いいかっていうと、東欧大学に、まあ、首席で入学しているわけですよ。で、まあ、首席っていうと、まあ、1年に1人は必ずいるわけで、首席は。だからね、そんなにすごいわけではないと思うんですけれども、彼は、まあ、東京大学を首席のみならず、東京大学の、まあ、二次試験を、まあ、満点で合格しているわけなんですね。で、満点で合格することってもうめちゃめちゃ難しいことですよ、多分ですけれども。で、まあ、東京大学の二次試験を満点で合格している矢上ライトさんは、どれだけのね、偏差値を、有しているのかということについてね、まあ今回ね、僕ちょっと気になってしまったのでね、まあ気になったら確かめるのはそれが理系だろということで、今回ね、まあ確かめていきたいと思います。というわけでね、まずは偏差値ってまあどういう風に算出されるのということについてね、まずは簡単に説明していきたいと思います。偏差値を求めるのは結構単純なこの式で求めることができます。Ti っていうのが偏差値で、σx っていうのが標準偏差を表しています。で、xi っていうのが、まあ、その人が取った得点を表していて、μx っていうのが受けた人全員の平均点を表しているわけなんですね。というわけで、まあ、矢上ライトさんは東大の二次試験で満点440点を取っているわけですよ。で、この440点をこの xi に代入して、あとは、東京大学の二次試験の平均点と標準偏差をここに代入していけばいいということで、まあ、早速ね、調べていきたいと思います。はい、というわけで、検証 VTR、どうぞ。はい、というわけで、まあ、調べていったんですけれども、まあ、これは結構ある程度予想していたことなんですけれども、まあ、東京大学の合格者情報みたいなの載ってるんですよ。で、合格者の最高点と最低点、そして合格者の平均点といった、まあ、情報は載っているんですけれども、東京大学の受験者の平均点であったり、あるいは標準偏差という値がね、どうしても手に入らなかったんですね。というわけで、まあ、これはちょっと本番の試験ではないので、ちょっと値がずれてくるかもしれないんですけれども、東大模試の結果を、まあ、ネットに公開している、まあ、どこの誰かよくわからない方がいて、で、彼は、矢上ライトさんと同じ、まあ、文系の試験を受けていたので、この試験結果を参照したいなっていうふうに思います。勘弁してくれ！まあ、東大模試を受けている人もね、まあ、東大を受けている人と大体ね、受験者層は、まあ、同じなんじゃないのかなっていうふうに仮定して、まあ、そういった感じでやっていきたいと思います。はい、というわけでね、ネット上に公開してくださった、まあ、ありがたい方のデータがこちらになります。で、こちらのデータを見たところ、まあ、彼は偏差値 62.9 なんですね。なかなか頭いいと思いますよ。偏差値 62.9 で、まあ、3825人中386位ということでね、彼めちゃめちゃ頭いいですね。合格するんじゃないでしょうか。合格するといいね。というわけで、まあ、彼の試験から、まあ、4教科の平均点が 183.6 点ということが分かりました。そして、標準偏差が 46.9 というデータがあるので、まあ、こちらを先ほどの式に、ポンポンポンと代入していくことによって、ポンポン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 、と代入していくことによって、もうね、すぐにね、矢上ライトさんの偏差値が分かってしまうわけだ。というわけでね、矢上ライトさんの偏差値を求めていこうと思う。シュッ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 。はい。求め終わりました。その結果は、104.6695 ということになりました。うん。めちゃめちゃ高いね。まあ、105っていう偏差値。まあね、もうすごい、なんだろう。底辺の、そう。まあ、言い方すごい悪いんだけども、すごいそんなに、まあ、頭良くない層で、まあ、偏差値105を取ることは、まあ、結構めちゃめちゃ頭いい人だったら取れなくもないですよ、多分ね。ただ、東大模試というめちゃめちゃね、もうかなり頭いい人間たちが受けているテストで、偏差値105を叩き出すということは、もうね、これは、なんでしょうね。もう、これはすごい！コメント力のなさ！シンプルにすごい！すごい天才だね。なぜ彼はこの才能を人殺しというね、非常に残酷なことに利用してしまったのでしょうか？僕はそれが残念になりませんが。はい、というわけでね、まあ、僕の、視聴者さんはね、
まあ中学生高校生とか結構いると思うんですけれども、これからね、まあ、受験を目指す方は、この八神ライトさんみたいに東大模試で偏差値100を叩き出せるぐらいに勉強してしまえばね、もうね大学に入ったらね、もう女の子からモテモテになるんじゃないのかなと僕は考えている。というわけでみんな頑張ってくれ。バイバーイ。